時代の名将鍋島直茂、数々の戦でその名を轟かせましたが、その裏側には知られざる物語があります。文禄慶長の生きて徳朝鮮半島に渡り、その軍略で多くの戦を戦いました。しかしこの遠征を通じて、彼は戦の厳しさと人々の苦しみをより深く理解した一人でもありました。ただの武将ではありません。徳川家康や徳川秀忠との対面でもその外交手腕を発揮し、佐賀藩の安泰を確立。名将としてだけでなく、外交官としてもその才能を発揮しました。そして有田焼または伊万里焼の保護と発展にも尽力。この美しい陶磁器は彼の支援によって今日まで残る文化的遺産となりました。名将として多くの戦で名を馳せた鍋島直茂ですが、その功績は戦場だけにとどまりませんでした。軍人、外交官、文化の保護者として、彼は多面的な才能を持つ真の名将でした。